こんにちは、こちら内藤証券兜町にございます株スタ7110より、本日は投資調査部の浅井がお送りさせていただきます。よろしくお願いいたします。さて、今日の相場ですが、日経平均株価、連騰という形なんですけれども、前日比67円高というところで、買い先行で始まりましてですね、そのままもみ合いを続けたという感じでございました。ギリシャの債務問題が今晩協議が開かれるわけですけれども、それに向けてですね、解決を期待する動きがございまして、そういったところもあって、買われたという感じでございました。国内の方はですね、高需給が続いておりまして、年金とみられる買いであるとか、それから日銀の ETF 買いがですね、下値を支えるという状況が続いております。それでは指標の方を少し見ていただきましょう。東京市場のですね、主要指標ということで、日経平均株価は67円の51銭高ということでございまして、トピックスは 5.40 ポイント高でございました。それから円相場はほぼあまり動きはなかったんですけれども、次の方で売買高が24億株、売買高が2兆3700万ということで、まずまずという感じでございました。値上がりが994銘柄、値下がりが721銘柄ということです。今日はですね、まんべんなく上昇したという感じでございまして、騰落レシは若干低下という形でございますが、加熱圏といえば加熱圏でございます。業種別ではですね、こういった形でございまして、主なところでは建設機械、というところが上昇しておりまして、あと非鉄、それから自動車ですね、輸送用機器、それから電気機器なんかがプラスでございます。あとマイナスの方は小売業、それから鉄鋼ですね、そして空運、海運といったところがマイナス、海運が 1% 近いマイナスという形でございました。それでは来週の予定をですね、ご覧いただきましょう。来週はですね、月曜日に日銀の金融政策決定会合の議事要旨、議事が公表されます。1月分ですけれども公表されます。それからあとはカンファレンスボードの消費者信頼感指数が火曜日アメリカの方で発表されまして、中国の方はですね、HSBC の製造業 PMI、速報値が2月分が発表されます。こちら1月が 49.7 だったんですけれども、景気の判断の分かれ目となります50を割り込んでおりまして、2月の予想は 49.5 と若干の低下が予想されております。あとアメリカの耐久財受注であるとか住宅市関連指標がございますね。あと27日に金曜日に日本の方で消費支出、これが12月がマイナス3、前年度月比でマイナス 3.4% が予想が、1月の予想がマイナス 4.1 という形でございます。マイナスが続いております。それから鉱工業生産指数とかですね、消費者物価指数なんかも発表されまして、週末アメリカの GDP の改定値が、第4四半期の改定値が発表されるというところでございます。直近の株価指数の動きでございますけれども、日経平均株価、このような形でございまして、地利高がこういった形で続いております。本当に地利高の動きでございまして、海外株高にも支えられまして、じわじわと上昇しているという感じで、売り方の方はかなり厳しい状況に陥っているという感じでございます。今週はですね、2007年の高値を更新しまして、12月8日の高値はもちろんですね、2007年の高値も更新して、2000年以来の高値に、日経平均株価、トピックスともに進んでおります。騰落レシオは短期的にやや過熱水準でございますね。トピックスもこのような形、同様の感じでございまして、ややちょっと上昇ピッチが、地利高ながらも早いんでですね、スピード調整もちょっと警戒したいところですね。何か好材料、ギリシャの方がですね、いい材料が出たりとかですね、それで欧米株高になれば、週明けドーンと売り方の踏み上げが上がることもあるかと思いますが、
その後利食いがに押されるような形とかですね、逆にマイナス面の方で出れば急落する、一旦こう短期的に急落するということも考えておく必要あると思います。まあ、それでも国内の高需給を背景にですね、安いとこは買われて再び高値を更新してくるという展開になるんじゃないかなというふうに考えております。最近の指数の、これも最近ちょっと、そうですね、月曜日ちょっと見ていただきましたけども、トピックスの方はですね、去年の4月から前半はですね、この日経平均株価に対してトピックスとか JPX 日経400の方がパフォーマンスが良かったんですけども、年後半にかけてはパフォーマンス悪かったんですね。でそれがここへ来てちょっと月曜日の段階ではこの辺りの水準だったんですけれども、週末にかけてここまで上昇してまいりまして、パフォーマンスが日経平均株価に対して上回っている状況になっています。これは幅広く中古型株の割安株が物色されているという流れ、それから ROE に代表されるですね、指標を重視する投資が再び優位になってきているということを示すものであるということの示すグラフであります。それから投資対別の売買動向の方は、信託銀行が6週連続の買い越しということで、比較的高水準の買い越しがコンスタントに続いているという状況で、こちらの方、年金、公的年金であるとか、その GPIF の組み入れ比率が変わりますので、それに絡んで例えば同じように引き上げようという動きが、例えば友情関係であるとか、郵政関係とかですね、あとは企業年金とかもできてるんじゃないかというふうに見られます。海外投資家はほんの小幅なんですけれども、買い越し 3週ぶりに買い越しに転じました。158億円の買い越しでございます。株価指数の方、最近の動きは相対パフォーマンスはですね、やっぱり引き続き陸運が強い動きしております。それからそうですね、最近強かった医薬品が下がっており、ちょっと軟化しておりまして、逆に景気敏感株である電気であるとか、それから機械であるとかがちょっと出直りつつあるかなという動きになってきています。建設なんかもちょっと下げ渋ってますので、こういったところの動きがちょっと来週以降注目したいなと。あと低調だった業種には、小売業が若干ちょっと一服、そして銀行が強いですね、やはり側近ずっと銀行が強いです。あと鉄鋼海運なんかは下向きといえば横ばいという感じですね。不動産は出直ってきたとどうなるかという状況でございました。最近新高値銘柄数が増えております。新高値銘柄数、今日の1時半現在で214、これ250ぐらいまで、250近くまでいってるんだと思いますけども、今日の引け段階で、ちょっと確認してないんですが、引き続き高水準がついておりまして、日経平均高値更新ということで、これが一段とこう増加してくる可能性があります。まだ高値更新直後の増加ですので、それほど気にすることはないかなと。逆にそれを交換するアク抜けが出てくる銘柄が増えてきているということで、見ていただきたいと思います。もっとどんどん高くなってから増えてくるようだと警戒する必要があると思いますけれども、それじゃあちょっと銘柄に行きたいと思います。銘柄の方はですね、実はこの先週の月曜日にちょっと紹介しました、同じような形で新高値更新銘柄ということで、これが株価ずっとこう下がってきて揉み合いしてですね、これが去年の真ん中ぐらいから揉み合って、それで直近安値を更新していけるのは、ここから売りシグナルで売りんじゃないかということで、これは逆転しているチャートでですね、本当はこれをひっくり返してみなきゃダメなんですね。ということは、ここの高値を更新していける銘柄っていうのは、ここを抜いてきたということはですね、買いシグナルであって一段高が望めるということは、テクニカルなんかで言えるわけですけれども、これは実際金価だったんですが、こういった形でございました。これ実際ですね、下方修正、その出した後に下方修正を行ったんですけれども、その後も788円まで上がりました。で、銘柄です。このような状況でございまして、過去1年間の高値をですね、今年12月、1月に更新した銘柄ということで、ちょっと今日は下がっておりますけれども、イオンのディスカウント小型店の出店加速というニュースで下がっておりますけれども、ローソン、コンビニですね、ローソン、それから、大丸松坂屋の J フロントですね、それからクラボー、これも安定配当しています。セイレン、これ自動車向けとかのシート材の大手でございます。あとエアバッグなんかも作ってますね。あとデンカ、アデカ、こういった配当利回り高いのもあります。それからアデカはですね、
樹脂添加剤とか業務用マーガリンとか作ってますね。それからジェネリックの沢井製薬、それから楽天ですね、からドクターシーラボ化粧品、それから、カーテツと日本交換 NKK が合併した JFE ホールディングス、それから次に津上ですね、工作機械の津上ですね、これもスマホ向けが結構今年第一四半期かなり伸びました、去年のですね、それから OSG 自動車のこちらの方は自動車向けの切削工具とかを作っております。 OSG 航空機向けなんかもやってます。あと月島機械は上下水処理と化学プラント、それからキッズは同じように化学プラント向けのバルブとかです、建築向けですね。シンフォニア、こちらも半導体の搬送機器とか制御機器からフィルムの日東電工、それから印刷が出てきてますね、大日本印刷、これ久しぶり 2.79% の配当利回り、それから日本写真印刷はこちらタッチパネルセンサーが足元非常に好調であるということで最近買われてきています。あと J フリーホールディングスの子会社になってますパルコですね。あと最近かなり上がってます、これも高値更新、三菱 UFJ 銀行ですね、フィナンシャルグループですね。こういったところが出てきています。こういったところこう需給面から非常に良くなっているということで注目したいと思います。本日は以上でございます。ありがとうございました。